仙川は、東京都を流れる一級河川。多摩川、水系の川の支流である。仙川と称されることが多いが正式名称は、仙川。東京都小金井市、抜くい北町三丁目の新小金井街道直下が、上流端と定められ、東京都による建て札が設置されている。ただし、この地点への雨水排除管があり、その流路は、道路沿いに、 され中学園敷地内の庭園にたどることができる。この上流端を含め、現在の上流部は、河川整備により、コンクリート水路となっていて、晴天自水量はゼロに近いが、かつては畑と野部の中を延々と続く、小渓谷を形成し、1960年代までは、周囲に湧き水を見ることができたという。 1947年の空中写真でも、現在の情報通信研究機構本部近くの林地に及ぶ流路を確認できる。小金井団地東端、稲穂神社付近に、築土井と呼ばれる、江戸時代に作られた水路同士の立体交差箇所があり、昭和初期のある期間、小金井用水から千川へ水を一定量落としていた。これは、当時、死の水と称されるほど劣悪となっていた。 線側の水質を少しでも緩和するためだったと言われる。小金井用水も水は流れていないが、地区土井の立体交差は見ることができ、説明板も立てられている。源流域から概ね東に向かい、公務員住宅の横を流れ、市街地を曲がりながら、武蔵野市に入る。アジア大学や桜堤団地の近くを流れ、南に向きを変え、武蔵堺駅の少し東で、 JR 中央本線の下をくぐり、市街地を曲がりながら抜けていく。この辺りでも普段水のない状態は変わらない。やがて三鷹市に入る。三鷹市をしばらく行くと野川宿橋のところから川幅が広がり、流れも自然な蛇行となる。ここで地下から汲み上げた水を放流する。ここが21世紀現在確立された最初の水源である。 少しずつ蛇行しながら、おおむね南東方向に、流れて行き、調布市に入る。少し下流で再び、三鷹市の境界に触れるが、そこで、三鷹市東部下水処理場の高度処理水が放流される。水量もある程度のものになったところで、住宅地の広がる緑が丘や千川町を抜け、国道20号や旧甲州街道と交差し、世田谷区に入る、京王電鉄京王線と交差し、両岸に、 蘇シガ公園を見て通り抜け、清城に達して、清城学園の横を流れる。小田急小田原線をくぐり、清城の東を流れ、世田谷通りと交差して、大倉住宅の横を流れ、東名高速と交差する。世田谷区蒲田で北西から流れ来る野川に合流する。世田谷区岡本山頂目には、席があり、水浄化施設へと水が送り込まれる。ここで浄化された水はそのまま、 千川下流に流されるほか、地下導水管により、八つ川と谷沢川に送水している。現在の三鷹市新川丸池公園にかつて、丸池という湧水池があった。たくさん水が湧いていたことから千川と呼ばれていた。この千川という言葉が千川の由来と言われている。また、流域に仙人が住んでいた伝説からという説もある。支流には、河川法上の河川はない。遊歩道に、 名前と姿を残すものでは、世田谷区北カラス山地区から流れる中川が存在する。東京都小金井市、武蔵野市、三鷹市、調布市、世田谷区新小金井街道の上流端表記、東方スタジオ付近の千川の川に合流する。千川ほとんどの橋は1992年に完成した千川改修工事によって架け替えられている。ありがとうございます。